はい、今回は日本から官僚がいなくなるかもという国民が生成するニュース、こちらについて考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。あとですね、本日、ちょっとニュースの記事になっていたんですが、非常におかしいなと思うものがありまして、そちらをちょっとお伝えすると、2024年から森林環境税っていうものを1人1000円納めることになるみたいなんですね。もう国民生活厳しいわけじゃないですか、僕もリスナー様も。その中に、このような、増税ですよね、増税をするっていう、そういうことを考える人間って国民にとって全く不必要である、っていうことを思うんですよ。で、僕が思いついたとかそういうわけじゃなくて、そういったものがニュースになっていて、それなぜなのかっていうことを考えて、僕とかリスナー様の、お役に立てる話かと思うんで、今回こちらの件をですねお伝えしていこうと思うので、よろしくお願いします。日本から官僚がいなくなるかもっていうと、うんと思うかもしれないんですが、実は僕たちにはいい話かもしれないんですよ、もしこうなったらね。で、なんでなのかっていうことをお伝えしていきます。で、ニュースの記事にまず入る前にですね、そのニュースの記事の中に出てくる話があるんですが、そこがちょっとまず疑問だなぁと思うんですよ。で、何かっていうとですね、なんていうのかな、官僚が辞める理由として、そのニュースの記事の中には、罵られるから辞めるんだなとかっていうことが書かれているんですが、僕はそうではないと思ってるんですよ。っていうことをまずちょっと頭に、止めていただいて、そこからニュースの記事を、考えていきます。ちょっと、むずいのもあるんで、僕も考えたんですが、わからないところもあるんで、そんな感じでちょっと精一杯、お伝えしていこうと思います。こういったニュースなんですね。いつかわからないんですけど、最近のこれニュースであってね、個人的な要求が通らないと予算承認を妨害してくる議員とか役人を怒鳴るせいで、辞めていくと。で、社会が変わらないと官僚も変わらないとかっていうことを言ってるんですね。で、官僚の早期退職者が増えているということで、20代の方かな、2019年には86人、辞めていると。で、その後も、辞めていると。で、この官僚霞が関の崩壊が始まっているということで、で、ここなんですよ。なぜ官僚を辞めるのかっていうと、罵られるから、政治家とかマスコミに罵られるし、連日仕事が大変で、家庭も成り立たないって、それはそうだとは思うんですよ。ただ、それでもね、皆さんがどういうふうに思われるかわからないですが、それでもやりがいがあるとか、例えばね、日本のためになるとか、そういうんだったら、頑張る方もいらっしゃると思うんですが、そうではないと。で、確かに、仕事の時間が長いっていうのは思うんですよ、その官僚がね。1日だいたいどれぐらいなのかな、はっきりとわからないんですが、11時間ぐらいは働くとか、あと例えば夜中の3時ぐらいまで仕事をして、その後朝の9時に出勤するとか、そういったことで仕事の時間が厳しいとかっていうこともあるんですよ。で、それは確かにそれで辞める人もいると思うんですが、僕は違う理由であると思います。だから要するに官僚とか政治家っていうのもそうですが、日本の、その宗主国とかにいろいろ言われて、そういったことが嫌になって辞めるんじゃないかなと思うんですよ。で、この、日本ではね、その官僚とか議員とか、その外国と比べると、ね、外国の方が、なんていうのかな、その出勤する時間とかが短いとか、そういうことが言われるんですね。で、ちょっと面白い話があるんですが、財務省の官僚が、辞めるっていうようなことを書かれているんですが、これがちょっと面白いんでね、こういう何やら難しいことを言ってますけれど、意味が違うんじゃないかと思うってことね。財務省の例えば官僚が辞める要因ということで、こういうことが書かれているんですよ。予算を作成する時期に財務省の、主任かな、偉い人っていうのは夜中まで、仕事をすると。それっていうのは別にサラリーマンの方でも夜中までするじゃないですか。
で、その財務省っていうのは少人数で夜中まで仕事するから、大変ということで、まあそういったことなんじゃないかとかね、まあそんなことが書かれてあるんですよ。うん、で、その財務省のね、その職員っていうのは、職員と幹部っていうのは何か電話があったら、まあすぐ行かないといけない、ということで、辞めるっていうんですが、僕は違うと思います。これは調べて皆さんも思われるかもしれないんですが、このまあ財務省っていうところがですね、まあ日本でいろんなことがよく言われるわけですよ。で、本当かどうかわからないですよ、正直。僕別に財務省とかそんな官僚ではないから、まあこういったものを調べていて、見つけたことがあって、まあそうなんだろうなと思ったっていう話で、財務省の官僚の出世条件っていうのがあるって言われてるんですよ。で、それが全く国民のためでは関係ないんですよ。全く国民のためではないんですよ。あの難しい言葉で緊縮財政っていうのがありますが、なるべく日本国内の市場にお金を流さないようにっていう、そういうこと。今っていうのはずっと緊縮財政ですよね。で、こういったことが明らかにこの経済の法則に、まあおかしいんですよ。で、一部の噂であるんですが、財務省の官僚、財務官僚の出世条件というので、緊縮財政をするということらしいんですよ。だから、もう はっきり言って僕たち国民からしたら全く意味がわからないんですよね。なんでかっていうと、あの、まあ、僕もリスナー様もそうだと思いますが、今っていうのは日本国内の経済とか個人消費が厳しい、冷え込んでる状態じゃないですか。だから経済がね、よく循環していくためにはお金を投じないといけないんですよ。積極財政って言って、例えば中小企業にお金を出すとか、そういうのもそうですし、個人消費がね、こう活性化するために減税、消費税廃止とか、そういったことなんですが、日本は過去最高の税収だとかって言ってるわけじゃないですか。国民生活が厳しいし、中小企業が厳しい中で何が過去最高の税収って意味がわからないんですよ。だけど財務省の官僚っていうのはこの緊縮財政って言って、例えば国内経済を締め付けたり、そのねあのそういったことをする、まあ、増税とかそういったことをする人間が修正していくって。だから国民のためかどうかではないんですよ。おそらくなんだか知りませんが、その日本の宗主国に、その指示に従うのか、そういったようなことです。だからさっき言いましたけど、皆さんもお詳しい方いらっしゃると思いますが、よくこのね、緊縮財政、積極財政っていう言葉を言いますが、経済が苦しい時っていうのは市場にお金が流れていかないといけないんですよ。で、経済が潤って回ってるんだったら、そこからね、その緊縮財政にして、調整を取っていくというのは分かるんですが、ずっとね、この経済が悪い中、緊縮財政してるじゃないですか。で、そういった中で、それをした人間が財務省で出世していくっていう、そういったことみたいなんですよ。あくまでも噂ですから、僕はでもそう思ってますよ。だって、ね、皆さんも思うかもしれないけど、こんなに厳しい今の状況で、積極財政しないって話の辻褄が合わないじゃないですか。全く意味がわからないんですよ。消費税を廃止しないとか、そういったこともそう。うん、で、ちょっと話が戻っていきますが、だから例えばね、その僕が言ったようなことをもし思う人がいるとするじゃないですか。その財務省の官僚でね、で、その国内の、あの、なんていうのかな、経済循環が悪いからお金投資しましょうかって言ったら、それは宗主国の意向に合わないからしませんみたいな、そんなことを言ったら、そんなんじゃね、経済の循環良くならないじゃないんだ、良くならないじゃないか、じゃあやめようって、多分そういうことだと思うんですよ。で、その仕事の時間が長い、長くないっていうのはあると思いますが、普通の会社員でも仕事の長いっていうこともあるから、だからそれって多分あの本質的なことではないと思うんですね。で、分かりませんが、外務省とかっていうのも多分そうだと思うんですよ。なんかその表側にね、言ってるものとね、実は違うところに目的があるとか、そういったことがあると思うんですね。うん、あと、まあそれがまず一つあると思いますし、あとそのね、なんていうのかな、官僚とか政治家とか役人とかのそのなんていうか上下関係っていうんですか、そういったものもあるかもしれない。ただそれに関してはいろんなことが言われているけれど、ちょっとわからないところもある、という感じで思いました。だからもうね、それがいつもお伝えしているちょっと内容が難しくて申し訳ないんですが、その日本が宗主国がいて、戦後からずっとアメリカの属国であるっていうのは、そういったことだと思うんですよ。で、
まあ、これがもし本当の理由であったにしても、そういうことを例えばそのさっきの財務省の話では言わないわけですね。労働時間が長いから、3、4時間の睡眠でまた出勤するから大変だとかって言ってね。で、官僚っていうのはずっといるわけじゃないし、辞めることもある、うん、とかって言うんですけど、この国内の経済が厳しい中ね、うん、全然、より良い政策を取らないわけじゃないですか。だったら別にいらなくねっていうふうに思うんですよ。別に無理なことを言ってるわけではないし、ね、どちらかというと、そういった人たちに辞めていただいて、より良い人たちに、一回ね、その経済破綻とかした後にしてもらった方が、僕たちの生活、僕たちの暮らしが良くなるんじゃないかと、僕はそのように、思いましたっていうことでね。で、よく、まあ、ちょっとこちらもまた難しい話なんですが、もし間違ったらすいませんということなんですけど、政治家と官僚の違いとかっていうんですが、別に大して変わらないんですよ。うん、ね、よくそういうことを言いますが、政治家っていうのは国民の民意を踏まえて政治的な政策を実行するって、してますかって。政治家って意味わかんないじゃないですか。で、官僚っていうのも公務員試験によって選ばれて政策を実行する際に必要な作業、仕事をしているとか、中央官庁に官僚を務めるとかっていうけど、してますかっていう話なんですよ。だからこれっていうのは、僕一回調べたことがあるんですよ。うまく伝えられないんで、今回ちょっと頑張ってお伝えしてみようと思うんですが、官僚も政治家も戦後からですね、そのアメリカの 3S 政策っていうのの一環とか、日本をですね、宗主国が統治するために、そういったところに、その官僚に、その上のですね、宗主国に、意向に沿う人間がいるんで、別に国益に沿うことをしているとは思わないんですよ。思えないんですよ。しかし、そういったことを、ほとんど言う人がいないから。ただ僕もこの話を調べていて、そういうことを言ってる人がいて、あ、なるほど、そうなのかなと、思ったわけですよ。だ、例えばね、最近の話で分かりやすいところで言ったら、農林水産省の話とかですよ。牛を丸して、丸した分の牛をアメリカから買うって意味分かんないじゃないですか。別に牛丸す必要ないでしょ。そのまま、その生き物ですし、そのままそれをね、その牛の、例えば牛乳とかバターとかを日本国内で取ればいいじゃないですか。自給率も上がるから。ただそういうことはしないんですよ。しかしそういうことに関して政治家も官僚も言わないんですよ。宗主国の言われるがままっていうこと。で、おそらくそういったものを隠して、勤務条件がどうのこうのとか、なんとかっていうけど、多分違うと思います。この官僚の中で、いわゆるね、普通にそう、こういったことを考える人っていうのは、辞めるんだと思うんですよ。だってなぜなら、おかしいじゃないですか。そのさっきの財務省の、例えば官僚だとしてね、お金市場に流した方がいいんじゃないですか。積極財政しましょう、みたいなことを言って、そんなことは言うなとか、わかりませんけど、若造がとかって、ね、別に若造とかなんとか関係いけないですか。そういうのを考えて言った方が、要するに、なんていうのかな、言いづらくなると。だから簡単に言うとですよ、日本の官僚っていうのは、もうほとんどここ最近はそういう人間しかいないと思いますが、昔は違う方がいたと思いますが、そういった方はね、弾かれたりすると思うんで、日本の官僚とか、政治家も含めてそうですが、売国政策、あるいは機密政策、国民に対してね、マイナスになるようなことばっかり、やるわけですよ。で、官僚の立場になったら、そんなね、普通に考えれば売国政策、機密政策なんてやってられないじゃないですか。嫌気がさしてやめますよ、普通の神経がある人だったら。でもそういうこともなく残ってる人間、官僚とか政治家って日本国民のためにならないことをしてるわけでしょ。だから今のこの日本の厳しい現状があるわけじゃないですか。普通に考えて嫌だと思ったらやめますよ。だっておかしいことがあるわけだから。別に労働時間の話とかではないんですよ。だから こんな日本に誰がしたって、別に国民がしたわけではない。で、その必ず国民がどうのこうのっていうと政治のせいだと思います。失われた30年も何も、僕はそうだと思います。で、ここから何を言うのかっていうと、日本から官僚がいなくなるかもしれない、で政治が一回、リセットされるかもしれない、いいことなんですよ。宗主国アメリカが経済破綻するのが時間の問題、日本も続いて経済破綻するんで、そこから僕たち国民がですね、よりよく再生していくために、こういう売国、あるいは機密をする人間っていらないじゃないですか。やめてくれって話ですよ。政治家も官僚も別に、こういった人間たちやめてくれっていう話。皆さんがよくっていうか聞かれる話で言うと、こういう表現あるじゃないですか。今だけ、金だけ、自分だけ、全くいらないですよね。そういう人間やめてもらいたいと思います。本当に。で、そんなことを思っていたら、最初の方に言いましたけど、またね、しょうもないことを言って、今っていうのは国民生活厳しいじゃないですか。僕たち、僕もリスナー様も物価高、生活必需品の物価高で、厳しいじゃないですか。来年度から2024年から森林環境税っていう税金が始まるらしいですよ。2024年から日本に住所を置く一人は1年間に、1人1000円森林環境税を納める義務がある
っていうことらしいんですよ。うん、国民生活が厳しいのに、ね、ただでさえ物価高でみんな過ごしていくの大変なのに、その国民から1人1000円も取るんだって、わけわかんないじゃないですか。だからこんなこと考えてる人間たちいらないからやめてくれって話ですよ。僕たち国民が全く望まないでしょ。だから日本から官僚がいなくなるかもしれないっていう、そのニュース、あとこれ国民にとっていいニュースなんですよ。で、本当に有益な官僚ってのはもうやめてるからとっくに、うん、おかしいと思ってやめてるん で残って、その先ほどね、今だけ金だけ自分だけっていう官僚政治家いらないって話ですよ。もうわけわかんないなと思ったんで、まあこのニュースが出ていたんでね、まあ、もしかしたらこういうことがあって日本から官僚がいなくなって僕たちが過ごしやすい日本になること、まあそれを願っていますということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。